どうもおはようございます、藤夏健でございます。さあ、今日はですね、広告で見かけた We Are Warriors というゲームやっていこうと思います。なんかこう広告で見た感じ、にゃんこ大戦争っぽい、感じだったんですが、肉がたまると多分出せるんですけど遅いっすね。3たまったら、出せますよと。逆、にゃんこ大戦争と逆ですね。にゃんこ大戦争右から左に攻めるんですけど、左から右に攻める感じっぽいですね。たまる？たまらない？もう間に合わへん。まあまあチュートリアルかな。でこれでまあ育成の要素が出てくるね。なるほど、肉がたまる速度がまあうっすら速くなったよみたいな。これで多分ちょっとだけ戦えるようになるのかな。前回はここで、もう次が出せなかったんですが、レベル1個上げたことにより出せる。たださ、これ出せたところで、まあまあ敵倒すごとにお金がね、左上こう溜まっていってはいますが、これなかなか途方もねえですね。でも壊されて、またちょっと肉の速度を上げてっていう、結構地味な作業を続けないとステージ1クリアできなそう。今回2位上がりましたね。ちょっと広告見たりなんだりでお金結構貯まったんで、投げるものをアンロックしました。投げるもの、ちょっと直訳感すごいですけど、でこれスタートで広告見ると肉が最初から19ある状態戦えるんで、ちょっと勝ちに行きます。最初から肉19あるんで、もういきなり、もう兵士をめちゃくちゃ出します。であとは貯めてから投げるものですかね。投げるものはさすがにあの遠距離キャラだと思うんですよ。まあ基本的にこういうゲームって前に盾役がいて、その盾がやられないうちに投げるもの、後ろの遠距離、結構遠くから投げるね。こいつで、バチボコやればさすがに、結構硬いのね。ちょっと待って、こっちの建物に HP2 しかないけど、向こうめっちゃ硬いやん。ギリいけない。これ広告パワーでだいぶゴリ押してるつもりだけど、ちょっと危なくない？これこんなん粘る？ちょっとこれやばいか。まだ半分削れてないもんね。やばい。ちょっと待って、バトル1チュートリアルじゃねえのかよこれ。いやもう無理ですね、倒さないとお金増えないけど、これなかなか途方もねえぞマジで。よし、さあ、これでお金が400貯まったんで、恐竜アンロックできます。これで結構、恐竜だ、名前マジで恐竜だった。ちょっとマジでガチで勝ちにいきます。引きつけてで、この間になるべく肉貯めて、で行くときはもう一気にも、キャラクター出していかないとやられてしまうので、よし、OK。まあこれで後ろ投げるものとかがいればね、ガンガン敵倒してはいけるんですけど、一旦手前から形をちゃんと作っていく。前恐竜、後ろ投げるもの、それが理想の形だと思う。ええやん、恐竜やっぱ強いね、めちゃくちゃ耐えるやん。オッケー。投げるものはもう紙と一緒。さあこれでどう、こいつを倒せるか否か。いけるね、いけるね。オッケー。耐えろ、恐竜前行け。よし。結構耐えたよ。また投げるもの出てくる、また投げるもの出てくるけど、耐えろ。よし、これいったんじゃん。来た、やっぱ恐竜いる。また恐竜出てくるねえ、恐竜出てくる2体やばいか。どうだ、間に合い。なんだー、くそ、投げるものがやられたのはでかい。めっちゃ来る、まだめっちゃ来る。ちょっと待って、マジでさ、何これ、ステージ1かあんまクリアさせる気なさ。うわー、終わってる。これちょっと絶望感えぐいな。ただなんかミッションは達成したな。ちょっとこれもうリンチよ、これ勝てねえよこのゲーム。でこれで召喚、なんかガチャが引ける。すぐ出た。何こいつ、
ああ、ユニットダメージプラス 4% ってこれ結構でかい気がするぞ。なるほど、ミッションクリアしたら、まあ、あのガチャ回せてカードでまあちょっと強化もできるよって感じか。あとはこっからの勝負ですね。ここでこいつらめっちゃ出てくる。さあでこの後の恐竜連打よね。恐竜連打をしのげばあまた新しいやつ。ただもう恐竜こんだけ出てきたらもうあとこの繰り返ししかないから耐えろ。ここ耐えたらマジで、あーどうだ、投げるものがちょっとやられたけどまだなんとかなってる、まだなんとかなってる。あー無理か、投げるものやられて、いやでもいける、これは恐竜と投げるもの同時に出せば、これマジでこの後なんかウェーブ来てねえからワンチャンこれでクリアじゃねえかな。いけねえか、いけねえか、なんとかなれ、投げるもの頑張れ。よし、これでいったっぽい、これでいったっぽい、もう敵出ない。よし、いや、やっとよ。あーでこれ広告見たらちょうど2キロになって、なんか次のやついけますね。なんかタイムラインみたいなやつが進むよっていう、まあ、とりあえずちょっと進化させてみましょう。あーそういうこと、あーなんかちょっとずつ文明が進んでいくよって感じか。あーでまたステージ1からになり、遅い状態からか、また1からなのね。だからもう工場の売却ですわ、時代の進化は。あーこの農民がどんぐらい強いかですね。あーワンパンできる、めっちゃ強いわ。なるほど、だから強くなってもう一回スタートからやり直しみたいな感じですね。原始人に負けてたまるかよってね、文明持っとるからね。きちいなー、マジでマジできちいぞこのゲーム。結構やられながらちょっとずつ強くなってを繰り返さないと、なるほどなー。さあ、これでバトル1クリアできたので旧石器時代をとりあえず倒したよと。でこの後、あこれは広告ミント、まあ、どんなゲームか把握しました。スリンガー今アンロックして、で、まあ、職員生産も上げていくんですけども、まあ、こんな感じで最初は旧石器時代からスタートし、で、ちょっとずつこう時代が最先端になっていき、まあ、最終的には現代になるのかなと。何ステージあるかは分かんないですが、まあ、ちょっとずつちょっとずつ強くなっていくぞみたいな感じですかね。基礎パラメータがだいぶ上がるので、で、まあ、時代を最後までいったらどうなるのかはちょっとまあ気になるので、ちょっとやり込んでいこうかなと思います。ただもうすでにステージ1クリアしたらね、そこからもうあのだいぶ飛ばそうかなとか思ってたんですけど、ステージ1がもうめちゃくちゃ時間かかったんで、どんぐらいかかるかな、これ結構大変そうですね。まあ、ただゲームとしては普通に面白いです。まあまたこれ地味だな、バトル2に来たけどサクサク進める感じではないので、またこれもやられながらちょっとずつレベルを上げてをちょっと繰り返していこうと思います。さあここからは10倍速でお届けします。このゲーム、ゲームシステム自体はもうちゃんと面白い、ちゃんと面白いゲームなんですが、ちょっとずつ強くなるのちょっとが本当にちょっとなんですよ。なので結構な数のトライアンドエラーを繰り返していかないと強くなっていきません。でゲームが終わった後に広告を見ればお金もらえるのが2倍になるので、まああの結構今回コイン稼げたなっていう時はもう広告必須で見ないと、成長していかなかったですね。まあただなんでしょう、いつものクソゲン比べれば普通に楽しめたので、まあ、全然ありでしたね。強めのやつに気づいてしまいました。時計をですねちょろっとこう戻したら、広告見るとね1日2回だけ100ダイヤもらえるんですよ。まあダイヤなのかちょっと分かんないですけど、広告2回見て本来ならば明日まで無理ですよっていう状態になるんですが、これで、時計を、進めるとですね、しっかりと
もう広告見ればまた100ダイヤもらえるんですよ。なのでまあシンプルにね、まあ、時計進めてどうこうじゃないですけど、シンプルに広告見れば、まあ、ずっと100ダイヤもらえてガチャが回し続けられますよ状態になるので、ちょっとね広告見まくったろうと思います。1000ダイヤ貯まったので10連ガチャ回していきます。そんなにカードの種類いっぱいある感じじゃねえのかな。いきなりかぶりまくったけど、あーでもだいぶ強くなるね。オッケーオッケー。これで今までだったら相打ちだったんですが、カードレベル上がったので残れの、オッケー。あ、これはでかい、これはでかい。次のやつに一発当てるから、これはちょっと今回相当強いよ。よし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 。さあ、次の時代に行けるかな。だいぶお金も増えたけど、まあ、広告は見んといかん。16キロ必要だったんで足りないですね。もうちょいお金貯めないと無理ですね。でやっぱりインフレがすごいですね。普通に1体倒すだけで、お金をめっちゃもらえるし、でさらにまあ向こうでいうところの多分この兵士は農民と同じぐらいの感覚なんでしょうけど、その農民がまあめちゃくちゃ硬いしめちゃくちゃ強いです。ただこれ16キロ貯まるので、ちょっと進化しよう。よし、さあこれで、農業時代からスパルタ時代に、進化させていきます。これどこまであるんかな。でももう約1000年前まで来てるから、あと1個か2個かな。はい、次来ました、ルネッサンス。あ、紀元前だったのか。だからまあこことあと1個ぐらいかな。さあ、進化できます。 1M なので、ちょっと端数使って、さあ、これで、まあ、現代まだあるか。終わりじゃねえ。もうね、1からになるたびにもうこれよ、ずーっと待たねえといけねえの。結構待って、ただもうこっちの兵力めちゃくちゃ強いから、基礎能力はもう恐竜なんかもう比じゃないのよ。ただただ剣持ってる、最初の頃、まあ、コンボを持ってるか剣持ってるかだけのお話なんですけど、もうレベチの違いですね。で殴られてももうほぼダメージないんで、こいつ1体でもう勝っちゃうんですよ。そんなに変わるっていうのはちょっとありますけどね。剣持ってるかコンボ持ってるかだけで、その殴られ強さとかそんな変わらんやろっていうのはちょっとあるんですけど、まあまあこんな感じです。もう今めちゃくちゃ強くなってるんで、ステージ3ぐらいまではもう1体でガンガンいける感じにはなってます。さあ、いよいよこれは最後だろうと思ってるんですけど、宇宙人、オッケー、最後だ。よし、これでちょっと全クリしてエンディングがあるのかどうなのか、まあ、その辺ちょっと気になるんでね。さあ、まあ、また最初から時間かかるけど、まあ、行ったろうと思います。バトル6まで来ました。で、かなりお金がインフレしてるので、次のキャラをアンロックするのにもなんとか M 必要な状態です。なので、このステージでお金貯めていかないと、もう強くなれない。そんな感じです。ただ広告全部で30回見て、30回ガチャ回したので、もうね、この力がもうだいぶ強いんですよ。こっちは2発耐えれるけど、こっちは2発攻撃したら倒せる、っていう状態なので、この力がね、圧倒的にこっち強いので、アンロックすればもう割とすぐいけるぞみたいな、そんな感じですかね。これで広告見たので、宇宙船 UFO ゲットしたので、もう多分ね、5部の条件であればこっちの方が強いと思う。なのでこのターンで全クリ、ちょっと行ったりたいと思います。まずはとにかく引きつけて、で今回宇宙船も、まあ、敵の感じ見たら大砲と一緒で範囲攻撃の遠距離タイプなので、前の盾役になるのは、ライトセーバー君だけですね。で、この遠距離攻撃がいれば2体までなら、もう勝手に勝てるので、もうこの間に肉を貯めまくりましょう。あー、ここや、ここ耐え切ったら勝ち。よし、いけるいける、いいペース、いいペース。しのげ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 
しのげしのげ、 UFO 死ぬな。よし、オッケー。あ、これはいった、これは多分いった、多分これラストウェーブ。あー、どうだ、足りひんか。いった、オッケー。これもう多分出てこないんで、今までの傾向からするとよっしゃ、全クリですわ。エンディングとかあるかな。さあどうなる。もう広告見る必要はない。あー、タイムライン2へ行く。え、ちょっと待って、タイムライン2へ行く。ちょっと待って、タイムライン2。うほほー、またこっからなんの。あー、なるほど、これめちゃくちゃループループと言いつつでもちょっと違うから、めちゃくちゃタイムライン15まである。ねえ、これちょっとえぐいっすね。エグゲーでした、これ。ちょっと広告めちゃくちゃ見て、ガチャは回しまくったので、もうカード自体はもうめっちゃ強いんですよ。なので同じ条件だともう負けないっていう状態になったから、もう同じことこっから繰り返すみたいな感じですかね。あー、もう無理だ、ね、ということで、今日は We Are Warriors というゲームを紹介させていただきました。非常に面白いゲームとなっておりますので、皆さんもぜひともダウンロードして遊んでみていただければと思います。最後までご視聴ありがとうございました。